今日はこんな本ですね。最新情報モラル。本というか小冊子みたいなものなんですけど、これ本屋で売ってましたので買ってみました。値段500円と安いです。で内容的にはこう、てか中学生から、あと新社会人向けの、この情報モラルに関する教科書、小冊子です。ただ、この本は私みたいに YouTube とかブログで情報を発信する立場、そういう人のための本でもあると思います。まあ学生、新社会人以外にも、私たちみたいにネットで情報を配信する人たち、そういう人に最適な本です。それまあ本来ネットで情報を発信する立場の人であれば、引用の方法、あと著作権とか肖像権に関すること、あとマナーやモラルですね。そういうことに関して、まあ空で暗記してないといけないと思います。タクシーのドライバーとか運送会社のドライバーが、この道路交通法に関して、ある程度、空んじてるように、このネットで情報を発信する人は、こういうモラルとかマナー、ネットモラルとかマナーを頭の中で空んじてる必要があると思います。その取っかかりとして、この本はおすすめです。まあ薄いですので内容は薄いですけど、これで内容を覚えた後で著作権とか肖像権が何者なのかっていうのを原文で調べるといいと思います。あと学校の先生とか親御さんですね、そういう人も教える立場ですので、この本を読んでこの子供とか部下にその著作権とかあとネットのモラル、そういうものを教えてあげるといいと思います。まあネットは怖い面、まあいろいろ怖い面もありますけど、正しい行動をすれば交通ルールを守って車を運転するのと同じで事故は起こらないです。まずはこの本で情報モラルから情報のルール、それを頭の中叩き込んでください。まあそうすればネット上で平和が訪れます。以上です。